教師というのは何事にも冷静沈着で人格者のように思われがちだけど、失礼だわ。どうして私がお見合いを100回してそんな先生ナンバーワンなのですか。全然そんなことはなく、私なんか目の奥が笑ってない先生の第2位ですよ。それ私1位です。いいんじゃないですか、生徒のほんの遊びなんですから。気にしない気にしない。だって松尾先生は結婚したい先生ナンバーワンでしょ。僕なんかね、実は靴下が臭そうな先生第3位ですよ。それ私1位です。そんなことより、どうして私がどこにもランクインしてないんだよ。私校長だよね。小さなことに一喜一憂する、結構せこい人たちなわけで。皆さん揉めてる場合じゃないですよ。存在感のない先生にもランキングされてない私の存在感のなさというのは、あ、なんだろう。あ、校長、ちょ、一体何をこんなに大騒ぎしているかというと、話は1時間前に戻ります。ま、想定内だな。杉君、圏外だったね。なんかごめん、俺たちだけ。別に気にしてないから。気にするなって、男は顔じゃない。これって正解じゃね。言えてんな。な、誰だよ大魔王って。あ、俺関係ないけど。お前 A 組だろ。知ってんだろ、せーな、関係ねえっつってんだろ。沢渡が裏サイトに悪口書き込まれた。はい、前からいろいろ書かれてムカついてたらしいです。あ、ありました。 B 組の沢渡マジうざい、消えてほしいんですけど。英語のテスト32点。沢渡の母ちゃんは駅前のスナックで働いてます。たちが悪いわね、悪意まんま。喧嘩したくなるのも無理ないっすね。書いているのはどれも A 組の大魔王ですね。だから沢渡は A 組の生徒がやってると言ってるわけか。そうなんです、うん、B 組の生徒が書き込んだんじゃないんですか。え、ほらそれ取ってつけたように A 組の大魔王ですよ。うちのクラスに濡れ衣を着せるために B 組の生徒がわざと A 組の生徒を装っているとは考えられませんか。女、ま、とにかくそのサイトには今後注意を払っておく、そういう方向で。そうですね、はい。終わりですか。何が。これどうするんですか。どうって。よくないですよこんなの、すぐにやめさせないと。誰が書き込んでるか分かんねえじゃん。ただのストレス発散です。でも閉鎖したってな、また新しいサイトすぐ立ち上がんなよ。いちいち相手してたってキリねっつの。だからってこのままにしてていいんですか。いいんだよ先生。なんだよもう、波風立てんな。書いた人はほんの軽い気持ちだったのかもしれない、遊びだったのかもしれない。でももし自分が同じことを書かれたらと想像してみてくれ。みんなは平気か。どうでもいいからさ、これ書いたやつ誰なんだよ。このクラスにそんな生徒はいないと信じてる。そんなことなんでわかんだよ。みんな目を閉じてください。なんで。いいから早く。あ、沢渡、この中に
書き込みをしている生徒はいますか？もしいたら正直に手を挙げてください。どうだ？目を開けてください。安心した。このクラスにはいませんでした。先生はみんなを信じてる。ドコモ、コカ・コーラ、明治製菓、花王の提供でお送りします。ランキング気にして存在感アピールしてんの。あれ校長、そのネクタイどうしたんですか？あ、ね、目ざといな。いやいや、あの教え子のロンドン土産。ロンドン超かっこいいじゃないですか。そうかな。はい、いやこれね、はい、てめえら皆殺しだ、地獄へ落ちやがれ。落ちやがれ、超かっこいいじゃないですか。恥ずかしい。かっこいい。いやっぱみんな、ほらみんなもかっこいい、かっこいいって、かっこいい、はい、かっこいい、かっこいいボールですね。あ、水木、ね、水木、ね、裏サイト見た？見たよ、最悪。なんで？私書かれたんだよ。嘘。え、誰に、何に書かれたの？なんか大魔王とかよくわかんないけどさ。それからも A 組の大魔王の書き込みは続き。いやこれサイトに書いてあったんだけどさ、これ本当にじゃない？本当やね。聞いてる？生徒たちは相変わらず振り回され、やっぱさ A 組の鈴木じゃね？絶対締めた方がいいって、調子に乗ってんだよ。なんだよ、無意味な喧嘩はやめろ。は？くだらない書き込みなんて気にするな。何カッコつけちゃってんの？つーか、なんで上から見せんの？俺はお前、いちいちムカつくんだよ。なんとかしたかったんだ。みんなサイトの書き込みばっかり気にしてるし、クラスの雰囲気だってあんま良くないし。そうだよね。俺は学校をもっと良くしたい。そうか。っていうか、もっと楽しくしたい。君は心配しなくていい、先生が何とかする。なんとかって？なんとかするから。このクラスにはいませんでした。じゃあバイバイ。バイバイ。タムチ、タムチ、裏サイトのことなんだけど。ごめんなさい、私裏サイトに書き込みしてた。
うん、初めは見てただけだったの。でもあんまりひどいことばっか書いてるからそうじゃないって言い返してやりたくなったの。ごめんなさい。いやいいんだ。いやよくないけど。よくないよね。私も書いてて嫌な気分になった。うん、もう二度と書かない。約束する。マジ？でも大魔王は私じゃないから。本当に本当、嘘じゃないよ、信じて。やっぱり B 組の生徒でしたか。はあ、他にも福島、品川、目白の合計4人も書き込みを認めました。松尾先生言った通りですね。でも玉志たちは A 組の大魔王じゃないと言ってます。あんな書き込みは絶対しないと言ってるんです。嘘をついてるんですよ。そんな、どうせ誰が書いたかわからないんですよ。本当のこと言うわけないじゃないですか。あの4人は絶対大魔王じゃありません。俺はあいつらを信じます。先生、聞いてたのか。どうしよう。うん、出てくるはずがない。え？ A 組の大魔王は生徒じゃない。どういうこと？大魔王は教師の中にいる。え？高杉、君はなんてことを言うんだ。事実だ。先生があんなひどいことするはずない。ないと思ってんのか。バカがつくほどのお人よしだな君は。大魔王の書き込みには生徒教師の個人情報が多く含まれてる。え？生徒個人があんなに多くの情報を得ることは不可能だよ。しかも大魔王は授業中も書き込みをしている。でもあのサイトはパソコンからしかアクセスできない。ところがこの学校のコンピュータールームのパソコンはフィルタリングがかけられていて、裏サイトへのアクセスは不可能。つまり授業のない教師の誰かが持ち込んだ私物のパソコンで書き込みをしていたと考えるのが妥当だろう。そんな、先生が生徒のふりして書き込んでるなんてありえないよ。ありえるね。どうした？いつの間に。ほらここ、これって職員室で話してたことじゃん。教え子の？あ、ロンドン土産。ロンドン超かっこいいじゃないですか。こんなこと、あの時あそこにいた先生しか知るわけないでしょ。やっぱり高杉君たちの言う通りだよ。犯人は職員室の中にいるね、はじめちゃん。デクサカですけど、誰なんだろう。え、大魔王は教師だって。ちょ、ご注文はない。いやいや、一応俺たち客よね。客なら何個頼め。いいね、みどりちゃん、その強気いいね。なんか俺もうショックで。まあな。でも仮にだ、教師が書き込んでるとして、俺は気持ちわかるよ。え？ストレス溜まってんだよ。と言っても俺じゃないよ。ねえねえねえ、誰が大魔王か突き止めようよ。やめとけよ。なんでよ。そんなの突き止めてどうすんだよ。職員室の空気重苦しくなんだろ。だって気になるじゃん。あのな、ただでさえ教師は評価制度やなんやでもギスギスしがちなんだよ。まあ、これ以上人間関係険悪してどうすんだよ。生徒たちはもうギスギスしてますよ。あ？生徒たちの人間関係は険悪になってもいいって言うんですか。そんなこと言ってねえだろ。じゃあ誰が書き込みしてるかはっきりさせるべきです。何でもかんでも白黒つけりゃいいってもんじゃねえんだよ。いいか、世の中の 99% はグレーなんだよ。なんとかやめさせたいんです。
このままよくないです。いいからほっとけよ。そのうち収まるよ。ほっとけません。ほっとけっつってんの。ほっとけません。ほっとけっつってんだよ。ちょこっちが契約になってどうすんのよ。